古城入口仏塔遺跡甲賀古城、甲賀古城、甲川城市は中華人民共和国新疆ウイグル自治区トルファン市、高昇区の中心部から西方11キロに位置する世界最大、最古級の半地区で築かれた都市遺跡。中国でただ一つ残る館大からの都市遺跡でもある。遺跡は柳葉型の大地上に位置し周囲は、 約30メートルの断崖に囲まれ自然の溶害をなしている。遺跡の全長は約1650メートル、幅は最大で約300メートル、総面積は約38万平方メートル。紀元前2世紀に建設され、14世紀に戦火で焼け落ちた。高架古城は1961年3月4日、中華人民共和国国務院により、 第一非全国重要文化保護罪に指定され、2014年には、シルクロード、長安天山回廊の公益路網の構成資産として、ユネスコの世界遺産リスト登録物件に含まれた。紀元前2世紀以前に車市人は、すでにここに居住し、紀元前108年から450年の間、車島江国の都だった。関代には、墓紀行為がこの地に置かれた。 450年から640年には交渉に属し、640年から9世紀初めには、唐の高川県に属した。最域の最高軍事機関である、安政都護府が設置された。9世紀中央には、交渉会骨の管轄下に入り、14世紀には、戦火で破却された。古城全体の縮尺模型古城の中心には、中央大道が貫き、 城内を東西二つのエリアに分けていた。東エリア中部は周囲を塀で囲まれたン布エリア、西エリアと上域北部は、人エリアで現在でも54の遺跡が確認できる。その最小のものは1平方メートル、最大の寺院は南北に88メートル、幅が59メートルで、面積5200平方メートルもの南北長期の、地域が現在でも確認できる。 北部エリアには101基もの仏塔が整然と残されており、小さい方塔が25基ずつ4組を構成し、中間に大きな方塔が1基ある。南の縄文から古城に入り、亀城を経て、幅10メートル全長350メートルの南北大道がある。これが高川古城の幹線道である。東側には外海通じる城門があり、大道の北部は、 最大の寺院と通じている。古城の全体は、限度法という昔ながらの方法で建造されている。建物は、ドレンガや半畜で塀を築き、アーチ、あるいは、小針屋根を持った地下、あるいは、半地下構造となっており、現地の高温な気候に対する配慮がなされている。ありがとうございます。